ボルシーでしょ。入んなよ、入んなよ。じゃあ、岡野さん、いい？よし。本日は お足元が悪い中、お集まりいただきありがとうございます。短い時間ですが、楽しい時間を過ごせればと思います。それではまず、はじめに商店街会長、早山さんからお話を伺います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。安選手、竹岡選手、ようこそ長沢商店会。我々は今日サイン写真とサイン会ですね。やって精一杯応援させていただきますので、優勝を目指して今年頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまず竹岡優斗選手の方から一言ご挨拶をお願いします。近く行っちゃっていいぞ、近く行っちゃっていいぞ、面白いぞ、近く行っていいぞ。皆さんこんにちは。こんにちは、竹岡優斗です。今日は寒い中、まずは、お集まりいただきありがとうございます。短い時間ですが、みんなと触れ合いたいと思っているのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。安藤純選手お願いします。皆さんこんにちは、安藤純です。今日は、こういう天候が悪い中で、このように集まっていただきすごい嬉しいです。皆さんといろいろ触れ合っていけたらいいなと思っているのでよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。それでは早速参議会の方を始めたいと思います。政治庁の方を田中さんよりご説明いただきます。フロンターレの中です。今日は皆さんありがとうございます。それでは注意事項というほどもないこのアットホームな感じが、この長沢商店街の魅力と言われても本当に久しいですが、もう順番はもうあれですかね、なんとなく全員いけるよね。はい。で、時間がですね、まあ一番注意すべきが4時ちょっと前には出ないといけないということで、皆さん写真も撮って、サイン、写真で抜けるで、多分それでおそらく皆さんいけるのではと思っております。なので、ここでサインの補助をちょっと豪華メンバーでサイン補助に伊藤博樹がつきますので、主役は選手の2人ですので、皆さん、はい、博樹に何かある場合はちょっとサイン会の後でということでいければと思っておりますので、写真は、お通訳じゃあ私がやります。ここでカメラ渡しちゃってなので、補助やってる博樹も結果的に写真は写ることにはなるかもしれないですけどね。はい、ということで皆さん、じゃあ順番で、サイン、写真、受けるという流れでお願いします。なのでもう2人ともサインもらってください。皆さん2人に順番に1人2人で受けるで、書くのが色紙があればあれだけど、なければ何もない方用に色紙は用意してあって、ご自分のものでサインの場合はそれをお出しください。はい、それでは順番はどうしますか。順番はもういいですか。お子さんたちこの子たちでいいですよね。いいですか。あ、この温かさがもう長沢商店街の魅力だなと、はい、ありがとうございます。
はい、それではじゃあ始めましょう。よろしくお願いします。じゃあカメラ係やりますんで、カメラ私にお渡しください。ありがとうございます。はい、次はラストになります。お願いします。で、写真とか撮られて、あのホームページとか載っけても、もしダメっていう人がいたら言っといてください。そうですね、あのこれホームページフロンタル2期に確実に出ますんで。最後集合写真も撮りますよ、皆さん。あれ、いいのかな、集合写真撮りますか。最後集合写真撮りますよ。はい、フロンタル2期ほぼ 100% 出るというその集合写真。一緒に写真ございます。いきます。はい、ポーズ。いきます。はい、OK です。ありがとうございました。では、大岡野さん、欲しいよ、並んで。テーブル、テーブルできますか。ここは誰？会長じゃないですか。あ、でも、あの小学生のお子様、ぜひ選手の前にピタッと来てください。この辺で行けるんじゃない？入りましょう、入りましょう。皆さん、NG じゃなければ、NG じゃなければどうぞ。ですね、映ってます。はい、映ってます。入ってますよ、入ってますよ。入ってます、皆さんいます。どれを見ればいい？こちらも映ってます、こちらも映ってます。一番高いところ。じゃあ、撮ります。はい、ポーズ。何枚かいきますんで。色気入った方がいいですか、皆さん。はい。じゃあ、はい。あ、そうか。じゃあ、後ろですかね。あの、ちょっと前の。
今度ヒロキさん入ってるバージョンいきます。ヒロキさん、はい、ポーズ。ちょっと待って、こっちのカメラいいですか、こっち、はい、いきますよ、はい、もう一枚、はい、あと田中さんいきましょう。じゃあこれフラッシュありバージョンいきます、はい、ポーズ。あれ、はい、大丈夫、じゃあこのカメラでいきます。このままでこれいきますね。これ始まったらちょっと厳しいですね、ワイドが。あれ、どうだったんでしたっけ。あ、じゃあちょっとこちらの多分もう映らないと個人なんで皆さんちょっと、はい、全然映ってないです、端っこの戻りました。はい、はい、じゃあもう一度いきます。あれ、全然惜しかった。はい、ポーズ。はい、こっちだけ映りました。田中さん、それ撮りました。私今ちょっとこれ大丈夫ですか。あれ、このカメラっていいんじゃない、どなたかの撮りますね。はい、ポーズ。もう一回いきます。はい、ポーズ。はい、OK です、撮りました。そのカメラ撮りますか。大丈夫ですか。 OK です。じゃあ、皆さんどう、じゃあ、ちょっと閉会の、そうですね、振りを、はい、徳野さん、閉会の振りを。おー、選手時代と違うんで、多分営業的なすごい試合とかセールスのところ多分いると思うので、今年はもうこのアンビョンジュと竹岡君がもう大活躍するので、皆さんぜひスタジアムに足を運んでください。じゃあ今年もよろしくお願いします。ね、ありがとうございました。それ継続的なんですけど、川新さんに行ってから車に乗るんで、ちょっとまだ待って車に乗る時まで皆さんお見送り、それで皆さんフラッグ持ってると思いますので、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。川新さんに行きます。ちょっとありがとうございます。ちょっとちゃちゃっとお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。これだ。これでこれ以上ちっちゃくならない。ちょっと遅れてきた方もいらっしゃったので、今ちょっと、じゃあ大丈夫です、まだ時間大丈夫です、大丈夫です、まだ5分あります。はい、ありがとうございます。じゃあここで、ここで持ちますよ。出店の方、はい、